ヤッホーですただいま戻りました落ち着いてお <laughs> りますヤッホー鉄分ください話出た <laughs> この配信は皆さんに感謝の気持ちを伝えたい配信でうんもう寝っ転がりながらでしかもうできないぐらいくたくたうん <laughs> 申し訳ない。 最後までたい焼きの方のイベントももう応援してくれて本当にありがとうございました <laughs> 今日は。 たくさんのことを伝えたいしたくさん皆さんにのことを振り回しちゃったかもしれないけどあのちょっと。 みんなに感謝の気持ちをまずは伝えたいので配信を中のイベントで、うん、写真集の配信だけど裏では皆さんたい焼きの方も応援してくださってめちゃめちゃ嬉しかったしあの。 すごい私的にもうん時間最後までいっぱいできなかったらくてそんな結果だ結果に納得いかなかったと思うのですごいあの皆さん最後まで。 皆さんもいろんなことを私に伝えたいしゆっくりコメントしたかったと思うしゆっくり配信も見たかったと思うけど最後までたい焼きのイベント応援してくださってありがとうございましたねスタッフさんがすごい優しくて本当に皆さんの たい焼きを見てると本当に心が苦しくなるぐらいありがとうって気持ちねでいっぱい <laughs> やばいスクショ失敗してしまいましたちょっとギフトを読みたいりょうさんたっきーちみやこ先生アイスレモンさん お疲れありがとうひねさん、ぽちゃぽちゃくん、ぼやキきーさん、バリーさん、サムお疲れありがとう、ありがとう、かわいいもありがとう、バリーさん、お疲れありがとう、松さん、たいやき、サム、とうといとかわいい、ありがとう、バリーさんもたいやき、ハリーさんもたいやき、サム、とうとい、バリーさん、ハリーさん、ありがとうございます、たいやき。ハリーさん、しんいちさん、バリーさん、松さん、 サム、ありがとう、ありがとう。マツさん。マリーさん、ハリーさん、コバさん。サムー、尊いもありがとう、もうたくさんありがとう。<laughs> キハさん、リトルウィングさん。ハリーさん、アンリューさん。カニグラタンさん、サンソンさん。よっちゃん、ヤホズさん。カズマサさん、マツさん。香港さん、キハさん。遠い惑星さん。カズさん、頑張ったわ、ありがとうございます。香港さん、バンダナナくん。クボズンさん、ノブーさん、ジェリーさん。 マサさん回復犬みやんこ先生マイコルさんありがとうございました本当にあのごめんなさいうんうんみんなのことをいっぱい振り回してしまって本当に申し訳ないなって思ったけど その時間いっぱい全力で戦えたこととか皆さんが最後まで最後の最後まで勢いを落とさず応援してくださったところも全部見てて本当に心強かったし。 だから逆に本当に後悔がないぐらいみんなと一緒に戦えて嬉しかったっていうのがもう一番初めに伝えたい今回のイベントの感想だったので急遽 ホテルに帰ってすぐ始めてみました配信 <laughs> ジェリーさんヤマネコ坊主さんもずくさんサム白メさんありがとうウクスツヌさんありがとう正々堂々よかったもう本当にうんみんなが本当にピントがねみんながね 来てくれるから私はこうやってやりたいことができてるんだって思うしだからこそ今もこのたい焼きイベント3位 <laughs> 今までね1位ずっと走り続けさせていただいてたから。 もやそれが奇跡だったしでも奇跡と言えないぐらい必然と言っても過言ではないぐらい皆さんと出会ってこうやって強くなれて毎月思い出その証を残せて嬉しかったですし今回のイベントも本当に後悔がないぐらい。 達成感ででいいっぱいです本当にありがとうバリーさん守りたいこの絵画 <laughs> ありがとう最後までそばにいてくれてありがとうございました本当に山崎パンさんもうねみんなの本当に戦いのおかげで私は次に進んでいけます本当に最後まで配信できなかったり してたらきっともう結構引きずるぐらいだったと思うけど最後まで時間いっぱいまで配信できたし皆さんのこの真摯に向き合ってくださるその姿勢をずっと最後まで見ることができて本当に本当に。 よかった <laughs> だからだから後悔ないよってもう悔いはなく今集中すべき目の前のことにいけるって思いますなのでほんと切り替えが早すぎるんじゃないリコチって思うかもしれないけど。 これからはたい焼きありがとうございましたってして写真集のことについて一緒に盛り上がっていきたい <laughs> 山丸さんたい焼きジェリーさんありがとうもうすがすがしく笑顔ができます <laughs> 本当にもうみんなのおかげでこの 感情に毎れてい焼きありがとうそして本当に最後までその配信時間を延長させてくださったそれを許してくださったスタッフさんとか交渉してくださったスタッフさんにも感謝の気持ちなのでその本当に皆さんにありがとうございますって伝えたくて今配信をしています。池様竹さん可愛いありがとう 謝らないいでください逆にもう私も謝らない謝る必要がお互いっていうか本当に誰一人責めるべき人はい,いなくて本当に最後までみんな堂々と戦ってて私もみんなもんかっこよかったし本当にこうやって後悔がないよって笑顔でいられる。 だから本当にみんなのおかげでこの笑顔になれてるのですごい私は今見える景色が清々しいので本当に最後まで応援してくださって本当に本当にありがとうございましたもうめちゃめちゃご乱心でした言ってみれば本当に。 写真集の話をしながらたい焼きたい焼きってなりながら <laughs> 高城さん可愛い,いありがとう池様フィルナンカさんありがとうでも本当に絆写真集予約そうなんですなので焼肉とフルーツ大福そうだね池様あと…ト福ちゃんちタワーありがとうございますお礼させてください。 私のファンの皆さんは本当にかっこよい誇りですリコのトリクがトレンドになってる嬉しいスクショして池様ありがとうタワーありがとうフクちゃんちもうめちゃめちゃありがとうの気持ちだよもうね先ほどカズさんとフクちゃんちタワーを投げてくださいましたが本当に最後まで一緒に戦ってくださったことが本当に誇りですたい焼きタワーたくさん 皆さんここにいる皆さん投げてくださった本当にありがとうございましたではね本当にこれはもう前へ進んでいく一つのきっかけになります本当にありがとうこの経験が私をもっと強くさせてくれるので本当に一緒にこのことを達成することができて本当に嬉しい山猫坊主さん守りたいこの笑顔 <laughs> ありがとう。ハリーパチパチありがとう。そうね、たぶんみんな写真集に夢中ということで、うんと、退役は本当にめちゃめちゃこれからのショールームも、なんだろう、吹っ切れた配信ができるというか、本当に、あの、新しく、また生まれ変われるって思うと嬉しい。<laughs> 意味のある 結果だなって私はすごい受け止めることが前向きに受け止めることができますそうなれたのは本当皆さんが最後まで私と向き合ってくださった走り続けてくださったことがおかげなのでもうありがとうしかないですありがとう <laughs> 池様シルバーさんありがとう もう泣きそうだけど、池様、つさん、本当にありがとうございました。もうめっちゃみんなのことが誇りです。ヒロックさん、池様、フラさん、ひらもんさん、作ち、ま守りたいこの英語、ありがとう。そしてね、今日は本当に嬉しいことに <laughs>、あの、ファースト写真集のタイトルと、発売日と、ファーストカットも <laughs>、 解禁されました枕を叩くうれ <laughs> しくて枕を叩くもうみんな聞いてる <laughs> もう早く今すぐ買ってくださいもう0時00分から予約販売受付されますガ <laughs> ー クリン守りたいこの映がありがとうツさんタッキーちゃんありがとうバリーさんもジェリーさんもありがとうツさんありがとう本当に私は皆さんに会えてみんながお利口さんになってくれて本当に嬉しかったジェリーさんおーいさおちお疲れとありがとうありがとうあーなんかたい焼きのイベントでたくさんね皆さんのお財布が <laughs> 皆さんのお財布がもう もうほんとにぐなしたい焼きになっちゃうぐらいっていうかもうほんとそんなこと言ったら失礼になっちゃうけどそれぐらい皆さんには応援していただいたからもう言うのも心苦しいんですけど予約販売がうつ受付開始0時00分からキャーッほんとに。 皆さんありがとうございます。いさおちかわいいシンプルに佐々木さんっけありがとう本当にもう私待ちに待ったので皆さんも待ちに待ってたと思うのでお願いします。で先ほど写真集のその本当に今まではデータでしか見ていなかった。 画面越しにしか見たことなかった写真集のそのあれが実際のサイズとかでまあ実際のものではないけど見たらすごい最高の出来になってて <laughs> だからもうそしてあの写真集のそのカバーも限定カバーの方も。 超最高になっております。で限定ポストカードとかもめっちゃ可愛いの <laughs> 自分で言うのもあれだけどめっちゃギャップだったりかわいいのだったりいろんなので皆さんをもっともっとワクワクさせたいので是非期待していてください。ま、ささん尊いつさんありがとう いさおち尊い和やんさんありがとうみき陽くんもありがとうトトラおししか勝たんありがとう和やんさんありがとう成田のしんち尊いありがとう福ちゃんちおししか勝たんありがとうはるるんさんありがとうポキちゃんポキちゃん戦ってくださってありがとうねそして SKE48 の池田さんもすごい一緒に戦ってくださって嬉しかった ね、頑張る姿これからも見てくださいはるれんさんバラとっちゃんほうゆうさん磯落生きがいありがとうはるれんさんきよにかわいいありがとうさっきコメントにもあったけどいいじゃんみたいな最高の恩返しだねって言ってもらえたのがすごい嬉しかったふくちゃんちみさきちゃんバチバチありがとうさくりんちくんちゃんおち、尊いありがとうみきやくんありがとう写真集のタイトルは「リコのとりこ」です ケイトヤさんリコのとりこフォーユーさんハヤトさんありがとうリコのとりこみさきちゃんお疲れありがとうくくりさんありがとう誰もバリーさん最高ありがとう <laughs> 最高嬉しい <laughs> タコミさん守りたいこの笑顔ありがとう <laughs> ハリーさんパチパチありがとうマシャさんもレインボーありがとうオリちゃんもハートありがとう嬉しくてクッション叩く <laughs> 一緒だねおりちゃんみきやくんフォーユーさんありがとう <laughs> 誕生日の前日よかったおりちゃんありがとうたっきゅんみさきちゃんくんちゃんいくごぴょんぴょんお疲れありがとう <laughs> 塚本さんありがとうふらさんもありがとうすごいねペングインの青空さんありがとうフォーユーさんきおにおりちゃんありがとう保存 <laughs> より39作 <laughs> かける熊けんさん、いさおちケイト屋さん本当に言いましたね。<laughs> もう全部コンプリートしていただきたい。リノロフィーさんありがとう。今日のためにイヤリングもね。お気に入りのにしたよ。ファイヤさん、みせきちゃんありがとう。サム。ぼやきさん尊い大さん、ありがとうございます。もうあの写真は結構破壊力ありましたか？ サクリンチ生きがいはじゅかちありがとうミキアんひま二29さんマーゅんくんライチさんありがとうさきちゃんいさおちかわいいありがとうライチさんもありがとうあ追いつきましたチェストナッツさんありがとうよかったですもうあれよりももっとみんなが びっくりしちゃうようなカットが中には入ってるんですよあれよりもすごいかもピーニャンさんバラあなたはありがとうびっくりするかもしれんこれ以上は言えないだからこれはねギャッチュするしかないそしてね通常版のカバーはもう 私一押しの写真。リコチといえばこれだと思うし今までの写真集 ST48 から出された写真集にはないようなカバーになっておりまして。でだそれが第一希望の写真集のその、まあ、い,わい,い,わいわば表紙で。 第2候補であった表紙が私も大好きだしスタッフさんも大好きだしあまりにも良すぎてあのあの限定版のカバーとして発売されますのでそちらはもうぜひ <laughs> 皆さん 手に取ってくださいどっちが好きかね分かれるかねどちらもいい意味で破壊力があるどちらも別のベクトルで良い山丸さんかわいいありがとう隼人さんはハートありがとう手ぐらい最高の写真集になっています皆さんが 私を2位にしてくださってつかめた写真集なのですよだからもう本当にできることは全部しましたし <laughs> 本当にこの写真集が皆さんへの恩返しとしてそれが見える永久保存できる形となって皆さんの手に くと思本当今まで皆さんに本当何もできなくて不甲斐なかったんですけど皆さんえちょっとは恩返しができたんじゃないかなって思いますなのでぜひ <laughs> ぜひポストカードとか特典全て。 コンプリートする勢いで予約お願いしますママにもお願いしちょく私の銀行さんからちょっとほにゃ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 して全部やってもらうあと40分かでも私は明日も朝が早いです明日は 8時半までに身なりを整えてここを出ないといけないから8時半7時半7時7時半 ?7 時半ですかねにいやもう絶対ぶっイクだろうないや分からんうーん絶対ぶっイクだろうな <laughs> 最悪ハードすぎる 絶対物災くだろうな。辛すぎる。7時に起きて7時半ぐらいから配信できたらなと思うので本当にもうめっちゃ私はできることすべてし尽く,く,くすのでし尽くすのでし尽くすのでぜひとも <laughs> 皆さんの あとは皆さんの手にかかっておりますあ幕張に向かってっていいじゃんいいじゃん気をつけてね文雄さんありがとうじゃあね明日はあ明後さってはぜひ幕張でみんな写真集話し出してくださいね翼さんありがとうもう本当にテンション上がります 本当に改めて、こうやって切り替えられるぐらい、後悔ないぐらい、い焼きを皆さんと戦えたことも、すっごいもう、今、力になっています。本当に最後まで応援してくださってありがとうございました。そして、い焼きも、あ、間違えた、写真集も、8月10日、ハートの日に撮影、あ、間違えた、発,発売なので、皆さんで是,是非是非、是非。 このあと0時からの予約販売でもうイエーイってしてください <laughs> 翼さんサム俺の嫁イェイ <laughs> ありがとう福ちゃんちさそりさんありがとうじゃあねちょっと皆さんにまた退役配信のお礼はちょっとカキカキしてさせていただきたいと思いますもうめっちゃ見たんですけど皆さん すげえってぐらい応援してくださったので本当にお願いします先輩みたいに発売前重版しようしたい本当にお願いします重版できるように頑張るのでお願いしますそれぐらい盛り上げたいでも発売その解禁日当日に配信させていただけたのもすごいいい盛り上がりになると思って。 パちパチありがとう。のぶろうさんありがとう。ちなみにまだまだ出したいオフショットたくさんなんですよ。りこちびっくりみたいな。何これみたいなオフショットあるのでちょっとそれもマジ楽しみにしててください。ショールーム特典もありますもっちゃんさんありがとう。ショールーム限定の絵柄の入ったあのポストカードもあるのでそれもお楽しみに。でまずは HMV さんだったり タワレコードさんだったりあのー、楽天ブックスさんだ,しだったりアマゾンさんだったりそこら辺の方でぜひお手に取ってくださいあそしてねママから l i が来たんですけどカメラマンさんにも言わずもがな感謝で本当に私のこの表情だったりこのボディラインとか引き出してくださったんですよ本当に皆さんへの 皆さんの本当に支えがあってこ、その写真集でした。モッツさんありがとう。花見川の白猫さんもありがとう。いさおち、尊い。ありがとう。さそりさん、ひでさんありがとう。佐藤さんありがとう。では。お話はこの辺で、あとは皆さんに託しました。この後0時から。絶対よろしくです。 みんありがととうございましたちょっと今日はヘトヘトなのでこの辺にしようと思います。<laughs> 何楽し新地お疲れ昨日尊い。ヒデさんありがとう。取りましょう売り上げ。めっちゃストレートに言うけどやったーってなりましょう。ガッチャありがとうございます。みんなもねヘトヘトだと思うけど。 本当最後までありがとうございましたさそりさんめっちゃ天才さんありがとうでは、39位からよっちゃんやほすさん、こばさん、さそりさん、うくすつぬさん、かすまささん、ぽちゃぽちゃくん、たかゆきさん、遠い惑星さん、ジェリーさん、おりちゃん、ひでさん ぼやっきーさんくんちゃんたつさんつばささんきおにまささんやままるさんきはさんみさきちゃんひまわり29さんーぉゆさんもずくさんまつさんわたやんさんらいちさんましゃさんやまねこぼうずさんたこみさんはるるんさんほんこんさんととらーまちどおしいさおちハリーさんあそして本日の木本先生枠は、はハリー先生ですありがとうございますサムさくりんちありがとうございましたそして本日のメリヘンチェンジ第三3位はマリーさんでしたマリーさんありがとうー 第2位はカズさんでしたカズさんありがとうタワーもありがとうそして第1位はフクちゃんちでしたフクちゃんちもありがとう <laughs> ありがとうございますフクちゃんちありがとうとお疲れありがとうけんちゃんもハートありがとうバリーさんありがとうとお疲れありがとう泣かないよだからみんなも嬉れし泣きしてね写真集を見てもうりくちの夢がか 俺たちが叶えた夢ポチ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 ,パチーって嬉し泣きしてくださいポチポチとは <laughs> カズさん回復やありがとう磯チお疲れカズさんお疲れ<ん>渋吉さんだったありがとう渋垣はやばいね <laughs> じゃあ皆さん佐藤さんもありがとう皆さん私の配信を見てくださってありがとうございましたでは健やかに眠りましょうそれでは行きますよせーのエイエイおーやすちみんな健やかに はやとさんハートありがとう健やかに眠りましょうまたねまた明日7時半に、はい